クエスト。何あれ。うおぉ。ちょっと待って、アイテム見よう、一旦。アイテム手に入れたから、ヘイト攻撃アップ。何これ？これ何マークだっけ？未錬金アシストコア。あ、そんなんあったね。ごめんなさい。もうね、記憶が飛んでる。これちょっと覚えようかな。助け起こした相手の HP をプラスするってやつ。ドライバーアーツをキャンセルしてドライアーツを使用することができる。3000か。え？これやばくない？ドライバーアーツをキャンセルしてドライバーアーツを使用することができるってことは、間違えなければ永遠に使えるっていうこと？ん？っていうこと？わかんない。ちょっと知識が増えたからさ、今の文章初めてちゃんと認識したんだけど。どうしよう。素早さ、助け起こし、あー、ニアに助け起こされるとかあるかもしれない。この感じ。嫌いじゃないね。ちょっと。そうね。どうしよっかな。あ、これあげよう、これあげよう。お茶の子、さいさいだもん。だもん。悩む。3000か。今、なんで私がレックスを使ってるかっていうと、そのブレイドコンボをやりたいから、やりたいのと、なんかこう、ニアの回復が、私がやると、なんだろう、足りない足りないっていうか、難しい。なんて言うんだろう、回復役ができない。ドラクエ10とかだと全然ソウルやるんですけど。ちょっとね、ゼノブレイド難しい。で、トラは、こう、ヘイトを貯める系だからさ、なんかどっちかっていうとガード系になっちゃうじゃんってなると、なんかそうね、ラインやってこ、ラインじゃない、ラインやってなかったからさ、無印の時に。でまたベラベラ喋ってしまった、ごめんなさい。で今ポーチ何も入ってないんだよね。てかさ、なんか増えてんじゃないのかな。助け起こされたアックス種。ああ、そんなのあるんだ。へえ。へえ。なんか、いつの間にかめっちゃ増えてる。ごめんね。めっちゃ増えてるんだが。あ、そっかそっか。絆距離ね。必殺技4にするときに絆距離がいるじゃん。それが、意外と近くないといけないから。って考えると、こういうのね、いいんじゃないのかなって、見ながら思って。だあ、400もプラス。ね、めっちゃある。めっちゃある。ちょっと400プラスつけてあげたいな、トラに。で、上が新しいのか。ははは。は。よし、じゃあ、ヘイト減少量 HP400 プラス、HP250。助け起こした相手、ニアどうだっけなぁ。ちゃんと見とけよって話なんだけど、この 20%、ヘイトが 21% 下がるのいいんじゃないかなって思うんだけど、どうなの？このヘイトを下げる、上げるを同時に使うのって、より一層効果があったりするかなぁ。このアメージングラッシュさっきやったじゃん。なかったような気がするんだけど、4って。私、その、3から4が私、てっきりその絆のことじゃなくて、普通にアーツと思ってたから、当時はね。で、今は絆で上がるんだっていうのをちゃんと理解したので、ちゃんと近づいてなかったってことかな。あったっけ最初から4。まあ、あったんだったらごめんなさい。あ、なんかめっちゃ増えてる。え？おめでとう。もっと強くなれる。うん、強くなれるよ。一緒に頑張ろう、しずく。めっちゃなんかあ、そういえば、レアあったね。スピネルチップ。ちょっと早く見てください、そういうの。レベル低いんだから。レベル低いんだから、そういうの見てくださいよ。やば。これ、つけていい、ホムラに。ホムラちゃん優遇してるけど、ガーディアンソードになりました。
小村ちゃん優遇で、ガード率上がるのいいね。これいいかも。あ、いやでも待てよ、トランにつけてあげよう。そしたらこれつけるガンガン使っていくよ。後悔はするけどしない。こうガード率超いいと思う私。つくつくシールとかからフラットシールド、アルミチップ、これね、アルミなんだろうね。本当にアルミなんだろうな。ちょっと思わずステータスをガンガン見てしまいましたが、もうちょっと録画外で見ていいですかね。ね、今ホムラちゃんとビャッコとヒエイとハナの絆リングが解放されたのを見た後にアシストコア見てみたら、なんとビャッコつけてなかった。でね、これ連戦してないからつけられないんだって。からちょっとね、完全にスルーしてたわ、忘れてたわ。ほんとなんかもう見るもんいっぱいありすぎ。というわけでちょっとしばらくビャッコには我慢してもらう。どうしよう、これ外すか。あ、外さった。じゃあずっとつけてなかったってことかな。一回外れた？どうなんだろう、ちょっと全然覚えてないや、ごめんなさい。というわけでいきましょう。信頼度アップ。なんかいっぱい。あ、さっきあれに負けたんだよね。で、どうする？一匹ずつやろっか。だって絶対巻き込まれるもんね。その前にはこのトカゲに来てもらう？ね、止まらないんだけど、右が。右が止まらなくて、呼べないんだな。すごいね。なんか、本当に、ずっと止まってない。これ見る？みんな。絶対見ないよね。見ない。そこ！カモン。よし、ここでやろう。一気になるなって。カットしまーす。これが私たちの力です。カエル杖これでいけるかな。なにこれ。あ、いけない。いけねえ。危ねえ。一応取っとこう、スケールチップ。レアブレイドを解放したら、で、これを一応先に取っといて、メモの切れ端、なんだろう、桃謎のメモ、なんだろうね。しない。あ、した方が良かったかな。どんな感じなんか見てみれば良かったのかもしれない。で、あー、復活してる、最悪。最悪。やってみたかったのにな。もう一回やる？もう一回やってみていい？だからちょっとザコを処理してくる。パッシュ！急いで！パッシュ！パッシュ！パッシュ！アンカーソット！あ、ドラ初めてレベル 3！ あ、持てなかった、ごめん。おー、やった、初めてできた。何か欲しいんだったか、ドラ。ドラ、やった。はあ、やっとお膳立てが終わった。勝てるかどうかわからないけど、もう一回だけやってみようと思います。いや、それがすでに痛いんだな。めっちゃくる。正面突破だ。うわ、待ってアンカーショット。マジ？しましょう。油断は禁物じゃん。まずいか。まずいな。やった、そんな強い。イーグルアイ。バッシュ！伝わってくる？スーパーアーマーとかない？これが何これ？トラやばいね。大丈夫？ナイス。ケアは止められる？死んでんのね。コメントが。ええ。いや、しっかり。集中できない。ありがとう。アンカーショット。今だ。しましょう。ヒーリングハイ。無理っぽい。次は負けない。なんだろうな、あの雰囲気のやつ。あまり無理しちゃ。潜って
てる間に下からなんかアッパーみたいなのされてるのかな。草花は心を癒してくれますね。なんかお膳立てにすごい時間かかって全然進む待って、なんか私このゲーム開始してから1時間半ぐらい経ってるんだけど何も進んでないじゃんまあでもとりあえず何あれはできたよね。クエストは回収できたからイベント行くか。ここメインストーリー行きましょうか。ここが入り口ね。でこうやってきて、やっと今ストーリーが進みそうな直前のところです。竜の軌道、軌道、おー、ゼノバス大空洞、すごいね。曲と相まってなんか壮大な感じが。こっちはぼんやりと明るいね。まあね、なんか穴が開いてるっていうか。インビリアのアルスは背中の体表が半透明じゃからな。ああ、そういうことなんだ。外の光がここまで届いているんじゃろう。ってことは今アルスは雲海の上か。おそらくな。光が来る方に辿っていけばここから出られるかもしれないですね。え、穴開ける？待ちな。え？人がいる。さっきのクエスト、いや、それ関係ないか。ブレイド持ちじゃん。この辺りじゃ見かけん顔だな。さしずめ漂流してる最中にアルスに飲まれでもしたってか。その通りだけど、そのブレイド、え、見たことある。水玉色のコアクリスタ。ああ。なるほど、噂は本当だったか。もしかして賞金稼ぎとか。噂って何のことだ。ドライバーなら誰しも一度は耳にする伝説のブレイド、天の聖杯。それが500年ぶりに目覚めたって噂のことさ。それにしてもまさかお前のような小賊っ子がドライバーとはな。主人公なんで。俺がドライバーじゃいけないのか。いけなかね。そいつが普通のブレイドならな。だがそいつは普通じゃねえ。お前には過ぎた代物だよ小僧。天の聖杯とその剣を渡しな。やだ、まさかお前もホムラを。誰が渡すもんか。威勢だけはいいな小僧。ユウ、ゾウ、お前たちは他の二人をやれ。え、この小僧は俺がやる。マジ任せてくれっす。おやさん可愛がってやるぜよ。じゃあちゃん、グーラの人じゃん。え、一人一人やっちゃうの。まとめて。てかすごいブレイドだね。ドキドキする。一人じゃない。おやすさんにしてやるよ。あ、なになになに、レックス。手ごわしないうちに降参した方がいいぞ。手ごわそうなエネミーがたくさん出てきましたね。ここでは複数のエネミーと戦う際のちょっとしたテクニックを教えてあげます。確かに今さ、複数戦となるときついんだよね。私もうすでに使った人もいるかもしれませんが、今矢印を示しているアイコンは集中アイコンと言います。たまに使ってる。複数のエネミーと戦ってる最中にターゲットを変更しても、操作キャラクター以外のキャラクターたちはターゲット変更前のエネミーを攻撃し続ける。あ、空気読んでくれないんだ。あ、そっか、そうそうだね。ちょっと不利な戦況だなと思った時は集中アイコンに対応した左を押せばすぐに操作キャラクターに加勢してくれます。混戦になった時はどんな順番でエネミーを倒していくかは冷静に見極めて、ターゲット切り替えと集中命令をうまく使えば思いのほか簡単に窮地を乗り越えられるはずです。はい、ではホムランを守りましょう。じゃあまぁ、あ崩れろ。バンカムとってさ、完全にさ、あのレイのバンダムの声も一緒じゃない？パッと聞いた感じ、声優さん一緒な気がするんだけど。アドラッシュ、あ、一緒だね。崩れろ、どうする。何これ、あの、ゼロフェイドクルスの話だけどね。私たちの思いを聞いて。あ、よく弾かれるんだよね最近。フルカウン、やめろ。嘘なの。いないな。そういう潜入してるぞ。バチッスケー。ブレイクの前に。ブレイクの前に。ブレイクの前に。いいじゃん。どうしたの。マジータのありがとうだね。
弾かれるんだけど。めっちゃ弾かれる。よし、トライ行け。めっちゃノックバックから何されたの。ブローって書いてあったんだけど。ブレードを変えるときもオートアタックのキャンセルのやつで青いの出るんだよ。ちょっと待って、全然入んない。あ、青で出てきた。これで終わり。とどめです。クーいけたか、やったか。お、ユイも来た。いいね、いいね。じゃあユイ行こう。ユーってどれ。やった。なんかすごい入るとき帰らんの、すごいな。来ないよ。しずくがいないよ。キャンセルのくらい、ばっかりくらい。特に2回目と3回目のオープンだけど全然わかんない。ハイヒって書いてある。頑張れトラン。あー、しずく。じゃあバンダム行こう。もうすっごいすごいガードしてくる。てか、あの、あれなんだね、双剣系なんだ。ナイス。あ、はい、間に合うかな。あー、回避って何ですか。間に合うかな。あ、間に合わない。間に合ってません。連打していいですか。連打しました。おい、これ間に合ってるよね。よし、エクセレント。オッケー、いいね。ブロンドエリア接します。ブロンドエリア接します。すごいガードされる。そろそろ言ってるけど。だってやっぱ1位だ。回避されてる。こうやってやっぱ当たんないと必殺を込めてない。痛いただもん。全然いけない。ブラインドエリア。ほい、ソードバッシュ。ほい、エッチ。あー、使いたいな。あー、まあいいや。はい、エクセレント。どうやこんなもんですよ。ああ、そういうこと。やばい。ナイス。この感じ違う。何、この人もしかして。何。そんなもんか。お前の力試されてるの。なら見せてやるよ、俺とホムラの力を。避けた。足りめえだろ、遅すぎてあくびが出らん。ならこれでどうだ。すごい正面からやってくね。レックス待って、力を送るのが追いつかない。もう逃げ場はないと。あ、なんか
なんか嫌なよ。お？終わりだ。小僧。わあ。今壁を。小僧。お前ドライバーになりたてだろう。本当についこの間。ドライバーってのはな。ブレードから送られたエネルギーを一時的に武器に貯めて、それをアーツとして使うんだ。貯められる量にもおのずと限界はある。うんうん、後先考えずにアーツを放てば、いかに天の聖杯だろうとガス欠にならあ、ほんと。ん？な、何が、何？俺の名はバンダム。この先の村で傭兵家業をやっている。村？傭兵？村があるんだ。ついてこい。天の聖杯の力、楽しませてもらった礼に飯でも食わしてやる。本当？へえ。ありがとう。攻撃を受けた時に分かりました。あの人最初から本気で戦う気はなかったみたいです。今なんかすごいキュンキュンしてるんだけど。なんなんだあのおっさん。キュンキュンしてるんだけど、なんでだろう。これはなんだ、この胸の高鳴りは何でしょうか。キュンキュンしてます。先の村楽しみだね。まあ、バンダムの声優さんさ、シオちゃんの声優もしてたりするじゃん。私シオちゃん大好きだからさ。何が出るかなった。いや、バンダム司令がね、そう好きじゃないっていう話じゃないんですけど。いや、バンダム司令も好きだよ。うん、まあね、いいねって言われてね。下はなんだろうね。落ちてみたいけど、上って言われたから上に行こう。まあ、何行けない。今からどれどれ、ストーリーは進めていきたいので探索は後ほどしましょう。バンダムか。え、こっちでいい？あ、こっちだこっちだ。到着。フレースベルグ。やりました。なるほどな、楽園に行くために世界中に近づいたら飲み込まれたってか。そうなの。そりゃ災難だったな。バンダムさんはなんであんな場所に？ここのアルスはな、定期的に外の門を飲み込むんだ。村で使えそうな物資が流れ着いてないか探しに行ってみたら、お前さんたちと出くわしたってわけさ。流れ着きましたな。そうだったんだ。着いたぜ。ここが俺たちの村、フレースベルグだ。穏やかな場所だね。そのアルスの中に住んでるのか。この村って子供が多いんですね。ドライバーとブレードもいっぱいも。ここではな、世界のあちこちにドライバーとブレードを派遣してるんだ。子供らはその時に保護した戦争孤児たちさ。身寄りのない子供たちを引き取っているのですね。大人になるまでの間っすけどね。独り立ちしてからはドライバーになるやつもいれば、服の仕立て屋になるやつもいる。てめえの人生をどうするかは子供たちの自由意志に任せてる。まあ、義の傭兵団ってたかっせ。慈善家なんだね。言うね。嫌いじゃないでそういうの。しかし腹が減ったな。早いとこ飯にしようぜ。何かな。何レックス、何か思うところが。めっちゃにこやか。よかった。なんかレックスがすごい嬉しそうでよかった。骨休めの広場、美味しそうだもん。危ないから火に近づきすぎちゃダメよ。シチュー、まあでもこういう汁物だとね、何人いても分けやすいからいいんじゃないかなと。出発の市場。アシストコアやりたい。アシストコアめっちゃやりたいけど、ちょっとストーリーを先にやっていこう。バンダム、俺たちはここで待ってるからよ。お前さんたちはフレースグエルグを見て回るといい。はい、もう十分に見て回ったらカールドネに声をかけてやってくれ。あ、
じゃあ先に準備した方がいいかな。確かにちょっとさ会話が変わっちゃったら。見つけた。あ、ランドマーク。おめでとうございます。傭兵団本部。ちょっと会話が変わっちゃったらね、もったいないもんね。受付。待って待って待って。あーん、あーん。バンナムさんのお守り、お守り、報酬出ない。あー、なんかクエスト的なものをこっから受けちゃったりするのかなって思ったけど、そういうことはまああったりなかったりするのかな。ストーリーの進行とかね。この人には話しかけない。酒場。よく来たな。元宮使いの俺様が最高のドリンクを提供してやろう。ドリンク高。わあ、でもすごいね。パーティーゲージ増加。パーティーゲージ増加か。いいんじゃない。3個ずつ買ってこう。お金結構あるね。3万円になってる。ゾウ。調子はどう。あ、ゾウってさっきの人じゃん。違う？いや、そうじゃない。ゾウとユウさんはさっきの戦った人じゃん。確かに子供の集まりだね。そっかそっか。いや、びっくりだ。こんなところに来てこんな穏やかに心落ち着けるところがあるとは思っていなかったので、なんであんなところに。私は見てしまったぞ。木を塞ぐ樹木。これ燃やせない。炎よ。あ、燃やせるじゃん。私の出番。あ、レベルが全然足りない。そっかそっか。最近どう。ちょっと新入りと遊んであげるもの。ポン族にとって最高の食べ物。花粉玉。あ、あまあまあウィンナー。花粉玉じゃないかな。いけない人も。あ、そうなんだ。なんだろう。あまあまあウィンナー。子供っぽいし。待って待って待って。いや、わざと間違えてるわけじゃないんですけど。キノコなの？そうも。あ、うん、うん。向こうにノポンがいるけど、入れないや。ん？今なんか見えた。あ、ん？あ、ホトト。移動してたのね、今。一瞬の間に。またブレイドがいる。よいしょ。よっと。これなんだろう？いいね。何が出るかなった。米かな。ホルタ。なんだろう。よいしょ。グローリア。こんにちは。いいこと教えてやろう。スザクは魚料理が好き。バンダムはアルマ肉ステーキが大好物。へー。え？あ、そ、あ、そう。そういうこと言うってことはバンダムって仲間になるの？まあ、でも確かにすごい特徴的なブレイドが。あ、ここ上登れないの？頑張ってよ。頑張ってよ、デノブレイド2。私に高みを登らせてよ。無理そうかな。そっか、バンダム仲間になる系か。ステーキが好きって？この人話しかけたっけ？話しかけてないけど腰が切れてる。回復力、はい、回復力。これ、ホムラちゃん好きだからさ、野菜系。あー、でも6個、6個か、6個買っちゃおう。ホムラちゃんのために。あ、そうだ。1個は買っとかなきゃいけないんだよね。1個買っとこう。で、ちょっと一旦動画切り替えします。